皆さんどうも、やミティです。今日は本の読み方、ゼミの進め方という割と具体的なお話をしていきたいと思います。まあ季節柄なんですかね。本当にまあなんか10件ぐらいのペー,なケースでゼミの新しく進めていくんですけどどうしたらいいですかとか。 本大学数学の本とか勉強法ってどうすればいいんですかっていう質問が立て続けに来たので、まあ季節柄でしょうね。それの紹介を少しばかりせっかくなので、そんなにあるならまあ答えないとなと。まあ1件とか2件ならちょっとね、申し訳ないですけど、みたいな動画にしないです、みたいなことはあったかもしれないんですけど、さすがにこんなにたくさん来ると、まああ,のありがとうございます。あの DM とかね、メールとかあのコメント欄の等で皆さんくださってありがとうございます。そのわけで今日は本の読み方、ゼミの進め方を紹介したいと思います。でまず、自学自習としての本の読み方なんですけど、あの勉強法はないということを、まあ、先日も言いました けれども本具体的なその名著を手に取って読む読み進めていく時にはまあきちんと理解して読み進めてくださいとしか言いようがないですね。でこれは別にあのやはり勉強のすやり方なんてのはないということはあります。あるんですが「古都ゼミの進め方」というあのノーテーションというかコンテクストの中でそういう問いに答えるとするのであれば。 ちょっとと言うべきことがあるんですねあのゼミって、まあ、あの自主ゼミでも何でもいいです。あの教授付きのいわゆる、まあ、ゼミが始まる人とかもなんかいるみたいなのでそういう何でもいいんですけれどもゼミっていうのは基本的には。あの 読み手が、なんか、発表者がいるんですね。数学を語るわけです。発表者が。で、聞く人が、ああでもない、こうでもないと、ちょっかいを出したり、質問したり、しながら進めていくということですね。発表者は自分の勉強にもなるわけですね。で、あの、聞き手も勉強になるんですが、まあ、聞いて勉強になるんですが、おそらくこのゼミの目的というのは、自分の言葉で語る、この、発表者の側が、 一番得するシステムなんです、ね、あのなんか講演とかゼミだとかその発表を聞くっていうのであると皆さん聞き手の方を想像するかもしれません。だけど話し手の方を に皆さんは集中するべきなんですね。で、話し手としてあの、やるときには、ちょっと本の読み方というのは気をつけなきゃいけなくて、その自分が少なくとも発表する箇所については、まあ、持ち回りであったり、えー、そ一冊本やるという、どちらでもいいですけど、やるときには、基本的にはすべて自分の言葉で考えるようにしなくてはなりません。で、まあ、本に書いてあることもあんま書いてもいいんですけど、それだと皆さん、ね、寝ますし、面白くないですし、まあ,あ、大体本っていうのはどこにでも語尾あるもんですから、ミスプリン、タイプとかいろいろありますので、でそんな一、いちじく読み上げても 仕方ないわけですよねそんなんだったら機械に任せりゃいいのでそうではなくって私あのはこういうふうに考えましたとか証明のこういうところが肝ですみたいないうことが読んでるだけではわからないのですわからないように書いていたりしますその不親切数学書の不親切っていうところあるんですけどねでそれをきちんと明瞭にどういう問題意識でこの定理は書かれていてどういうところに問題があってみたいなことをきちんと説明できるぐらいに用意して本を読んで全をしなきゃならないのですこれは相当な重労働なんですね これはもう発表者の精神的苦痛というのはそういう意味では多いんですけどでもそれによって学ぶべきことはものすごくたくさんありますむしろ数学科とか、まあ、理学系に行った場合にそれを通過儀礼として経験したか経験していないかということが数学の後々のその語り口だとか能力だとかに大きく左右しますなのでそこはちょっと気をつけてくださいで聞き手、まあ、話はそういう意味ではもう まあ本をいちじく詰めるという必要はそう,いうそういう意味では必ずしもないんですね。もちろん読んでるといいと思うんですけどそんなことよりもどういう価値があるのかとか数学の,あのこの証明のどこに問題があるのかとかどこにまあミス,ミスプリとかがなければどこに。 どこが革新的なところで、どこが本質的な議論をしているところなのかというそのグラデーションをつけて喋らないといけないんですね。細かい計算だとかそういうものっていうのは黒板の前でやる必要はないんです。それは書いてあるから見てくださいと。そうじゃなくて、この計算は何のためにやっているのかとか、この計算は全体のこの証明の中でどういう役回りをしているのだとか、証明の,の構造そのものを語るということですね。だからこそあの、あの、よく数学級の、数学の本とかで、レンマ、補題だとかそういうものが用意されているっていうのは、いきなり定理にかかるのではなくて、そこの一部分だけ抽,抽出して、レンマとかが用意されている。 用意されているわけですよそれはある種本がすでにやってくれていることなんですけどそういうことを説明しながらやっていくということですねですからまあ端から端まで結局は読むことにはなってしまうんですけど発表者としてはでそういうとこではやってくださいということですねで聞き手としてもあのまあ今週は自分の番じゃないから聞くだけでいいやみたいなことはそれはまずいわけですよ一応自分でも読んでどこが正直わからないとこ難しいところなのか、まあ、正直数学の本読んでもね分かりきったことばかりではなくてむしろ難しいことばかりですから自分が難しいと思った思った で、理解できなかったところを用意しておくんですねで、えー、話しての方にその時が来れば質問する。もしくは、その話しての人が話してくれるのであれば、あ、なるほど、そういうことであったのかというふうに理解するということですね。で、ゼミというのはそういう意味では、話しても聞きても参加しないともちろん意味ないわけですよね。まあ、時々、ただいるだけみたいな人ももちろんいるし、いるんですけど、そして教授とかあの何か先輩みたいな方がいる場合には、その人の胸を借りるということ、態度でないとなかなか厳しいです。どうしたってその、 内容分かってる人っていうのは、まあ、多少その皮肉めいた人なのか優しい人なのかって大きな差が出てしまいますがその人まあいい人を選んでゼミに呼ばないと後で後々苦しくなりますよあいつ邪魔だなというか空気壊すなみたいな人がいるとしんどくなってくるので,でそれが先生だったりするとしんどいんですけどまあそれは仕方のないこととしてそういうゼミの進め方特に発表者としての心構えっていうのは結構大変なものがありますのではいで具体的な方法としては あのゼミの発表前日ぐらいまではまあ本を読んだりそのまとめたりして当日、えー、と白紙の上に何も見ずに発表の原稿を再構成するということが結構重要だったりはしますと僕は思ったりします。つまり何もミスに発表できるぐらいの 理解を全体的理解を。決してその本1冊とかじゃないので、まあたかだか数十ページぐらいですから、そこを自分の言葉で再構成できるぐらい、何も見ずにできる。で、質問されてもそうどこにどういう問題があるかということを有機的に俯瞰できて、 いいいる状態を作らないと厳しいんですねあの質問答えられないしゼミもまともにやりませんノートを見ながらとか教科書を見ながら版書するっていうのは結構具の骨頂ですから見るなとは言わないんです場合によっては見る先ほど言ったようにその計算そのものはそこに書いてあるので皆さん見てくださいとかそういうことの指示ももちろん含めてでもそういう計算はきちんと発表者側は頭に入れておいて飛ばすにしても 分かった人が飛ばせるんであって、分かんないのに飛ばすってことは絶対ないようにするということですね。ですから、あの、発表当日なり、前日なりに、あの、白紙の上に自分の言葉で構成するっていうことですね。で、その構成した白紙とかのものは、まあ、捨てる運命にあるということですね。それやってるうちにどこが問題なのかっていうことも明瞭になってくるし、それを取っておくってこともいいんですけど、基本的には、そこ、それは版書のリハーサルみたいなものだと思ってやるっていうことですね。そんな感じで、まあ、そういうふうにして僕はゼミなんかをやっておりましたけれども、多分大体みんなそんな感じなんじゃないでしょうか。で、大体先生、 先とか、まあ、あのお偉い先生方に、まあ、けなされたりねあの暴言吐かれたりすることもと多分あると思いますし、まあ、場合によってはそのゼミの参加者、まあ、学生同士でもあいつの発表を聞いても面白くねえなとかあいつの発表だから聞きたいだとかそういうことはまあやっていくうちに出てくるんですよその第1回目はみんな華々しく初々しくやるんですけれどもまあなんとなくパワーバランスとか見えてくると面白くないなとか面白いなとかそういう差が出てきてしまって、まあ、自然消滅みたいなこともあるかもしれないしその中からなんか エリスグリのメンバーが別のゼミを立てて、なんか俺呼ばれなかったみたいなこととかもあるかもしれないんですけど、そういうことも含めて人生経験なので、でそういうのが嫌だと思うのであれば、まあ、淡々と一人で勉強すればいいんですけど、それ以上にゼミっていうのは、そう、なんか政治力学といっては何なんですけど、そういうことも含めて人生経験ですし、数学の勉強にもなるので、まあ、やることはお勧めしますし、まあ、僕のさっき言ったような拍手の上に構成するっていうのはとてもいい方だと僕は思うので、まあ、 おすすめいいたたしまししままそのわけでありがとうございました他にも特になんか数学そのもののお話とか最近あんまやっていないような気もしますけれどもあの数学の質問でもいいですしざっくりとした質問なんでもいいのであの興味のある方もし興味なんか質問したいことがあったりしたらコメント欄とかあとはライブの時とかに質問してくださるとその場で答えますのであのよろしくお願いします。次の動画もご覧ください。さよなら。